どうもこんにちは。今日はですね、ドヤ顔でドコモのスマホを Wi-Fi につないだら父親に怒られたという話をしようと思います。中途半端な知識で一ちょかみをしたら失敗をしました。その話をしようと思います。私の実家に行きましてですね、お墓参りに行ってきました。私は、細木和子の信者なので、お墓参りが行かないといけないという何か脅迫観念みたいなのがあります。ただ勉強不足なので、なんでお墓参りがいいのかっていうのは正直あまり分かってません。でもお墓参りをするといいことが起こって、しないと天罰が下るという話を聞くとですね、やっておくことに越したことはないなと思います。特に今はお彼岸ですので、お墓参りには最適です。と、季節の話を置いといて本題に入っていきます。括弧しようと思ったら失敗した話です。というのが、お墓参りのついでにですね、実家に寄ったわけです。で、子供の写真とか動画とかがですね、撮りためたものがあるので、父母に見せようと思ったわけです。最初は私のスマホで見せていたわけなんですけど、せっかくだから、父のスマホでも見れるようにできたらいいなと思ったわけです。で、私もですね、Android のスマホ使用歴が約20日ぐらい経ちましたので、Android の使い方にはちょっとだけ慣れてきた自信があったので、父親の携帯電話を借りて、ポチポチっと設定を変えて見れるようにしてあげようということで、携帯を借りて見てみると、父親の携帯が LTE 通信でつながっていたわけです。ドコモのスマホを使っているんで、LTE 通信で合っているわけなんですけども、場所がおかしいわけです。そうです。自宅の中なのにですね、LTE 通信なんです。そして実家にはですね、パソコンがありまして、ノートパソコンを使っていまして、無線 LAN でインターネットにつながっているわけです。なのに、家の中でスマホは LTE 通信なんです。これ本当におかしいわけです。せっかく、高速光通信を引いているのに、いくら LTE だって言ってもかなり、遅い通信を使ってスマホでネットをしているわけです。で、この現象を例えるのであれば、50インチの 4K テレビがあるのに、ガラケーのですね、ちっちゃいワンセグでテレビを見ているようなもんなわけです。あ、父もおじいちゃんになったんでハイテク機械が苦手なんだなと思いながら、せっかく無線 LAN あるんだから家では Wi-Fi 使えるようにしてやるよと偉そうに言ってみました。すると父もよくわかんないので、そんなにいいんだったら任せるわと言ってもらったので、失敗するわけにはいかないなと思いながらも設定したわけです。で、自分のスマホでも実際やってみて、繋がったし大丈夫だなということで、父のスマホにもですね、Wi-Fi のパスワードをポチポチっと入れてあげたわけですよ。すると、Wi-Fi につながってネットのつながり方が早くなったねっていうことで、和やかに話してたわけです。で、ちょっとしてからおすすめの YouTube の URL をメールで送ってみたらですね、父にメールが届かないわけです。で、父がいろいろとポチポチしてると、メール全体的に送れないし、受信しないぞということで怒り始めたわけです。で、調べてみると、ドコモメールっていうのを使っていると、ある設定をしないとですね、Wi-Fi 通信ではメールの送受信ができなくなるそうです。こんなじじい殺しないだろうと思ったわけです。今時、家か会社かには Wi-Fi 環境あります。なのに、ドコモメールは設定をしないと送受信ができないっていうことは、もう本当にわからない人には設定できませんよね。もちろん、一回設定すれば、その後は問題なく使えるわけですけど、一回目を設定しないと使えないわけです。で、そう、設定するわけにはパスワード的なものが必要なそうです。そんなの購入してから時間が経ったおじいちゃんが覚えてるわけないだろうって思うわけです。
で、そもそもですね、その Wi-Fi だとか LTE とかですね、どっちでも送受信ぐらいできるような設定で当たり前で、なんでできない設定になっているのかわからないわけです。で、なんでその設定を解除ができる仕組みを最初から解除しとかないのかなっていうふうに思うわけですね。と、偉そうに言ってますけども、メール使えなくなったのが分かった父から、まあ、すごい勢いで元に戻せ。わけのわからん設定は必要ない。今まで使えてたんだからそれでいいんだ。早く直せっていうことで怒られた腹いせを、まあ、今回話しているわけです。なので、もう Wi-Fi を使える設定をするために、父にパスワードのリサーチをしたりするのは、もうちょっと無理だなと思いまして、今繋がっている Wi-Fi を完全に消し去るという作業をしました。で、そうじゃないと、Wi-Fi 環境に入る、出るなんかでですね、メールの送受信ができないだろうっていうことが、問題が起こることが分かっていたからです。で、必死にやり方を調べて、Wi-Fi のパスワードを削除することで、まあ、なんとか元の状態には戻ったのですが、まあ、機嫌が悪い父から、まあ、逃げると。まあ、実家から逃げ去るということになったわけです。ですから、中途半端な知識で偉そうにするのは、やっぱり何歳になってもダメなんだなと思いました。もうこれが中学二十歳だったら、まだ笑い話で済みますが、アラフォーになって、中途半端な知識を披露して失敗するとなるとですね、かなり恥ずかしい思いをするんだなというふうに思いました。まあそれに、まあどこもともあろう会社がですね、なんで Wi-Fi 設定でつながらなくなる必要があるのかっていうのがわかりません。親孝行しようと思ったら失敗したので、これは本当に残念でならないですし、ちょっとドコモさんに文句が言いたいなと思いましたので、こういう話をしてみました。今日はドヤ顔でドコモのスマホを Wi-Fi につないだら父親に怒られたという話をしてみました。今日も最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。